はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はですね、初心者の方向けの、レイアウトですね。おそらく最初にアライアンスパーティー入った時にアライアンスのヒットポイントがすごい邪魔な位置にあったと思うんですね。もう自分はちょっと変更しちゃってるんですけども、はい、これを変更する場合、どうするかっていうことですね。はい、最初からやっていきましょう。あれ、はい、メニューを開いてもらって、システムメニューの HUD レイアウト変更、こちらを押してもらいます。じゃあこういう画面になりますんで、ここでね、アライアンスリスト1、これを押してもらえばね、ちょっと右下の方オレンジになったと思います。最初の方ちょっと上の方にあったのかな。すごい邪魔な位置にあると思うんで、ここからはマウスの方はね、あれをそのままこうやって持っていって、で楽なんですけど、マウスがない場合は、コントローラーでねやってる方の場合は、L1 ですね、 L1 を押しながら R3 ボタンで、今パッドマウスモードっていうのが上に出たと思うんですね。これで、はい、掴んで移動させることができます。 L2 を押せば掴みます。これでね、位置の変更ができると思います。はい、そしてもう一つと、初心者の方にやってもらいたいのが、ここターゲット情報、これ敵の情報なんですけど、最初は内容を分割して表示するっていうのがなってないと思うんですね。これを内容を分割して表示する、そして、キャストバーっていうのを 200% 一番大きい数字ですね、これをしてもらいたいです。なぜかというと、これをするとね、敵の攻撃ちょっと避けやすくなります。これが今分割した状態だとこの3つになるんですけど、このキャストバーね、この位置覚えておいてください。ターゲットキャストバー、ここですね。今カーソル来てると思いますけど、はい、で保存を押してもらって、これで位置できるんですけどね、キャストバー、なぜ変更してもらえたかと言いますと、ちょっと実際行ってみましょうか。コンテンツファインダーからタイタンと犠牲になってもらって、ちょっとね、削ります、分かりやすくするために。これの後ですね。はい、キャストバーをするとどういうことになるかというと、はい、今ランドスライドっていうので今バーが出てたと思うんですけど、あれを見ればね、どういう技が映像されてるかっていうのが出ます。こういう下に範囲が出るような映像は大体出ます。ちょっとじっとしとこうか。こう今カーソルこの辺に出ますね。カーソルいじってますけど、おそらく、はい、今出ましたね。これ大地の重みっていうのね、おそらく、初心者の方はね、下に出た範囲を見て避けてると思いますけど、これも合わせて見てもらうことでだいぶ避けやすくなります。ランドスライド、あ、これ食らったらぶっ飛ばされるわあ、やった避けやすくなってるっていうのにぶっ飛ばされてどうするって話ですけどね。はい、ぜひこの
キャストバー、敵のキャストバー、200% にして見やすい位置に置いてもらうと、あ、自分はここですけどもね、もっと人によっては見やすい場所があると思うので、はい、その変更してもらえれば少し討伐戦もとかも楽になるんじゃないでしょうか。もう一度おさらいで見てみましょうか。まあ、自分はこの位置ですけどもね、人によってはこのど真ん中に置いたりとか、その方が見やすいかもしれませんね。ちょっと実際変更してみようか。あ、これ食らっちゃう、ちょっと待って、これ食らったら死ぬ死ぬ。レイアウトね、一流レイアウト、ターゲット情報、キャスト、これちょっと真ん中で持っていってみようか。ホットバーの真上にします。これで保存。それとこの辺りに出ると思うんですね。あれ出ない、あ、出てますね。グラナイトセパルカ、はい、これは各自見やすい位置に持っていってもらえればかなり避けやすくなると思うので、おすすめの方法でございます。はい、もうタイタンさんなくなってください。はい、レイアウトの説明でした。これがちょっとでもお役に立てればいいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。